照明に火が灯りました。ナイトゲームが行われます。楽天生命パーク宮城からお伝えしてまいります。東北楽天ゴールデンイーグルス対横浜 DeNA ベイスターズの一戦です。解説は里崎智也さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。里崎さん、まもなく試合が始まるわけですが、序盤に大事なことって何でしょうか。まあやっぱり先制点でしょうね。どちらが先に主導権を握れるのか非常に重要になってきますよね。どちらのチームが先に点を取るんでしょうか。まずはイーグルスの先発涌井が楽天生命パーク宮城のマウンドに上がります。今日は相手打線にどんなボールを投げ込んでいくんでしょうか。里崎さん、まずはどちらのチームが先制点を取るのか、ここ注目ですよね。まあそうですね、どちらが先に流れをつかめるかですよね。はい、先に流れをつかむか、このあたり見ていきたいと思います。打ちました、セカンドが前に来る、アウト、ワンアウトです。バッターは2番に入っている楠本。涌井、まずは先頭バッターを打ち取っています。マウンド上涌井、そしてキャッチャーは住谷。このバッテリーをベイスターズ打線がどう攻略していくか。まず何を投げてくるか。初球ストレート、見送っています。ボール。さあ2球目は何か。これはバットが泳ぎます。低いところへ決めてきました。追い込まれました。ワンボールツーストライクです。高めに外れます。さあ仕留められるか。三振を取りました。バッターは3番の佐野。ツーアウトランナーありません。最初は変化球できました。まあここはボールになることを恐れずに厳しいところに投げたいですよね。なるほど。さあキャッチャーどこに構えるか。またファウル。バットは動きません。よく見ています。際どいコース見送っています。高め外れました。3ボール2ストライク。アウトコース打ちました。この回ベイスターズ三者凡退です。里崎さん、初回の攻撃、特に大事な点はどのあたりでしょうか。まあ勝っていくためには1番バッターの出塁っていうのはね、やっぱり欠かせないですよね。そうですよね。ベイスターズマウンドに上がるのは先発の今永。今日は相手打線にどんなボールを投げ込んでいくんでしょうか。バッターは西川。相手を0点に抑えてこれから1回の裏に移ります。
打ちました。ボテボテ。サードが前に来る。先制のランナーが出塁していきます。ノーアウトランナー一塁です。牽制のうまいピッチャーですから、ランナーはしっかり集中しないといけませんね。そうですね。次が2球目。ランナー走りませんね。ここは送りバントなんでしょうか。そうですね、おそらく送るでしょうね。そうですか。走ってきた。キャッチャー送球してナイス盗塁成功。見事に盗塁を決めた場面です。いやー、さすがという走塁でしたね。これで先制点にぐっと近づきましたよね。やはり打ちました。流しました。高い打球レフトへ。レフトが取りました。さあ、そしてバッターボックスには浅村が入ります。1打席目からチャンスで回ってきましたね。勝負強いバッターですから、やってくれるんじゃないでしょうか。さあ、アウトカウントが1つ増えましたが、得点圏にランナーは残した状態。なんとかここで先制点を取って主導権を握りたいですね。なるほど、そうですよね。低めの変化球うまくかわされました。外へ持っていきましたが入りません。4球目は何で来るか。角度がありますよね。クロスファイヤーですよね。インローのストレート、力のあるボールです。さあ、ツーストライク追い込みました。さあ、5球目は何か。見逃し三振。ランナー釘付け。せめて右方向に転がしてランナーを進めたかったですよね。さあ、そして打席には島内が入っています。さあ、ツーアウトながらチャンスはまだ続きます。なんとかここで先制点を取って主導権を握りたいですね。なるほど、そうですね。打ちました。マキ、チャンスを広げていきます。ツーアウトランナー三塁一塁。センター背番号8、辰巳良介。さて、赤星さん、バッターの辰巳、左ピッチャーとの相性はどうなんでしょうか。そうですね、特に左に弱いということはないと思いますね。左右同じくらいの成績を残しているはずですからね。そうですか。2球目は何で来るか。外の低め、見極めます。ランナーが動きやすいカウントになりました。続けました。ボールになります。ここは甘い球が来たら打っていきたいですね。なるほど。さあ、バッターは何を待っているか。見逃しましたが三振。タイムリーなりませんでした。攻め切ることができませんでした。イーグルス2者残塁です。ため息に包まれた楽天生命パーク。
得点は奪えませんでした。2回表に入ります。ベイスターズの攻撃、バッターボックス牧。イーグルス得点に動きはありません。0対0で2回を迎えています。さあ里崎さん、まだ序盤ですからね、ここからですよね。まあバッターもまだ様子見ている段階でしょうからね、2巡目以降どう抑えていくかでしょうね。なるほど、さあここからどう抑えていくかも注目です。これが2球目、変化球タイミング合いません。力のあるまっすぐですね。外のストレート、空振り、力のあるボールでした。ワンボールツーストライクです。サードが前に来る、一塁を送ります。アウト、ワンアウト。バッターは5番宮崎。まずはワンアウトを取っています。初球は何から入ってくるか。緩いボール決まっています。いいまっすぐですよね。はい、ストレート空振りでストライク。ノーボールツーストライクです。外、これは外れていきます。次は決め球を厳しいコースに投げて勝負ですよね。なるほど、そうですか。よく見ましたね。スリーボールツーストライクです。6球目は何で来るか。アウトコース打ちました。この打球はフライになっています。鈴木が掴んでツーアウト。バッターボックスには指名打者の外、ツーアウトになっています。狙っていって空振りです。直球ストライク、ノーボールツーストライク。まあここは臭いところも手を出す可能性もありますから、ボール球を振らせたいですよね。インサイド落ちました。切れていきます。ファウル。これは低いところに持ってきました。惜しいですね。いいボールでしたけどね。はい、変化球わずかに外れてボール。平行カウント。チェンジアップ外れました。スリーボールツーストライクとフルカウントとなりました。ここは今日調子のいいボールで勝負したいですね。なるほど、さあ変化球で空振りを取ります。
3アウトチェンジ。この回ベイスターズ3人で攻撃を終えています。0-0同点です。2回の裏になります。イーグルスの攻撃、バッターは6番鈴木。イーグルス0-0で迎える2回の攻撃です。さあ赤星さん、まずは出塁してチャンスを作っていきたいところですよね。そうですね、やはりまずは先制点だと思うので、ここは塁に出たいですよね。そうですね。外を狙っていきました。次が3球目、打ちました。高いバウンド、ショート前に来る、一塁へ、アウト、ワンアウトです。バッターは7番に入っている茂木。今永、まずは先頭バッターを打ち取っています。初球空振りです。打ちました。これはどうだ、破りました、センター前、ランナー出塁しました。ワンアウトランナー一塁となりました。ここはゴロを打たせるようなボールには気をつけたいですよね。なるほど、そうですね。インサイド外れます。ここはランナー走りませんでした。牽制がうまいピッチャーですから、当然警戒もします。牽制セーフ、打ちました。高い打球右中間へ、ここは打ち上げています。ライト掴んで2アウト。バッターは9番に入っている炭谷。2アウトになっています。初球ボールです。ランナースタート、キャッチャー二塁送球する、タッチアウト、盗塁失敗。仕掛けていったんですが、スチール成功とはなりませんでした。いやー、これは残念でしたね。ランナー出ましたが、イーグルス得点には至りませんでした。2回終了0-0同点です。里崎さん、まずまずの立ち上がりと見ていいですかね。まあうまく抑えてますよね。ただ力んだ時だけが怖いかなっていうのはありますかね。投球フォームが乱れるんでね、そこだけが若干心配なところではあります。なるほど、力みというのは禁物ですね。空振りです。変化球タイミング合いません。あっという間にツーストライクです。3球目は何で来るか。惜しいですね。はい、外の変化球わずかに外れてボール。変化球空振り、ワンアウトです。バッターボックス森、涌井、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。
さあまず1球目、厳しいコースにまず投げ込んでいきました。変化球タイミング合いません。低め見送っています。これが4球目、アウトコース打ちました。ここはフライになっています。掴んで2アウトです。バッターは9番に入っている関根、2アウトになっています。アウトコースボール、引っ張った、これはどうか、グラブが届いた、アウト。スタンドのファンからも歓声が届きます。この回ベイスターズ三者凡退です。0-0、同点です。赤星さん、早めに両チーム点を取りたいところだと思うんですが、いかがですか？まあそうですね、やっぱり先に主導権を握っておきたいですからね。そうですよね、そのあたりどちらが流れをつかむんでしょうか。これが1球目、初球ボール、さあ2球目は何か、胸元をつきましたが外れました。ボール先行です。これが3球目、空振りになります。ここは150キロを超えてきます。インサイド落ちました。これは入りました。ファールボールです。打ちました。この打球はフライになっています。牧が抑えています。ワンアウト、打順は1番に帰ります。バッター西川、先ほどの打席は俊足を見せつけての内野安打でした。まずはワンアウトを取っています。内への変化球は決まりません。ボール先行です。低め空振り、ここは150キロを計測しています。さあ4球目は何か、インコース詰まりました。ここは打ち上げています。取って2アウトです。2番バッター小深田、先ほどの打席はレフトフライに倒れています。2アウトになっています。初球空振りです。インコース決めてきた。ノーボールツーストライクです。高め見送っています。
打ちました。高いバウンド、サードゴロ。一塁送球、ランナー出ました。楽天イーグルスです。ツーアウトランナー一塁。さあこれが先ほどのプレーになります。ご覧いただきましょう。3番バッター浅村、先ほどの打席最後は見逃し三振に倒れています。前の打席見逃しての三振は良くないですよね。はい、今度は思い切っていってほしいですよね。そうですね。ヒットでランナーを一塁に置いています。次が2球目、空振りになります。打ちました。取った。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。ランナー出ましたがイーグルス得点はありませんでした。3回終わって0-0、同点です。4回の表、 DeNA ベイスターズ打順よく1番から始まります。バッターは桑原、先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。イーグルス得点に動きはありません。0-0で4回を迎えています。さあ里崎さん、まずは先頭バッターですよね。まあそうですね、塁に出すと余計な神経も使いますからね、出したくないですよね。そうですよね。打ちました。ファウルになります。さあ3球目は何か。追い込んでいます。ワンボールツーストライク。次が4球目、ボールになります。外れましたけどいいボールでしたね。はい、外のストレートわずかに外れてボール。スリーボールツーストライク、フルカウントになっています。引っ張った、サード取った、アウト、ワンアウト。バッターボックスは2番楠本、先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。ここは前の打席の配球も踏まえてのリードになりますよね。はい、さあどういうリードになるんでしょうか。涌井、まずは先頭バッターを打ち取っています。バッターボックスは3番佐野、先ほどの打席はセカンドライナーに倒れています。前の打席は打ち取りましたけどタイミングは合ってますからね。まあここは注意していかないといけませんよね。そうですか。ツーアウトランナーありません。この球は外れています。ボール先行です。次が3球目、変化球できました。落ちる球、外のボール、フルカウントです。これが6球目、打ちました。ショート取った、一塁アウト、スリーアウトです。この回ベイスターズ3人で攻撃を終えています。0-0、ベイスターズここまでヒットが出ていません。楽天イーグルス4回裏の攻撃になります。島内がバッターボックスに入ります。
先ほどの内野安打はしぶとかったですよね、はい、バッターの足が速いと守ってる野手にもプレッシャーがかかりますから、それがミスを誘ったりするんですよね。そうですよね。イーグルス得点に動きはありません。0対0で迎える4回の攻撃です。さあゲームは両ピッチャーの好投でまだ得点が入っていません。赤星さん、緊迫したゲーム展開なんですが、こういった時のバッターの心理状態はどんなものなんでしょうか。やはり1点を先にどうやって取るかという意味でも、とにかくどうやって塁に出るか、どのボールを狙うのかを考えていると思いますね。そんなバッティングができるんでしょうか。打ちました。ここはフライになっています。宮崎抑えてワンアウト。バッターボックスには5番辰巳。先ほどの打席は先制のチャンスだったんですが、最後は見逃し三振に倒れています。まずはワンアウトを取って打ちました。流しました。打球はレフトへ。バッターボックスは6番鈴木。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。ツーアウトになっています。初球ボール。ストレートですよね。インコース伸びのあるストレートで空振りを取ります。152キロ。ここはストライクゾーン内のボールは積極的に打っていくカウントですね。なるほど、そうですか。三振になります。スリーアウトチェンジ。この回イーグルス三者凡退です。4回終わって0対0、両チームまだ無得点です。里崎さん、ここまで文句なしの投球で来ていますが、どのようにご覧になってますか。理想的なピッチングでここまで来てますよね。まあここからも低めのコントロールを意識したいですよね。本当にそうですよね。低めのコントロールを軸にこの後も投げてほしいと思います。ボールになります。ここはバッターが狙いを絞ってくるでしょうね。なるほど。さあ何を選択してくるか。変化球タイミング合いません。ツーボールツーストライクです。ファウルになります。インハイ際どいコース。スリーボールツーストライク。空振り三振。まず一つアウトを取りました。初球ボール。インサイド落ちました。切れました。ファールボール。惜しいですね。はい、インコースわずかに外れてボール。惜しいですね。はい、変化球わずかに外れてボール。次が5球目。インコース詰まりました。
この打球はフライになっています。鈴木が掴んで2アウト。バッターは今日 DH に入っているソト。先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。ここもしっかり抑えておきたいですね。そうです。打ちました。ツール、センターに抜けました。ツーアウトランナー1塁。厳しいコースだったんですがうまく打ち返されてしまいました。いやーコースは良かったんですけどね。打順は7番峰井。先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。ここはさっきの勝負球をどう使うかですよね。はい。さあどういうリードになるんでしょうか。ヒットでランナーを一塁に置いています。さあマウンド上の涌井、ランナーを背負ってのピッチングになります。低めの変化球は決まりません。ボール先行です。インサイド落ちました。これはどうか。センターへ抜ける。イーグルスピンチになりました。ツーアウトランナー二塁一塁。ここはうまく打ち返されてしまいました。さあそしてバッターボックスには森が入ります。さあ得点圏には先制のランナー。まあここまで両チームゼロで来てるんで先制点は重要になってきますよね。なるほど、そうですよね。変化球でまず空振りです。外低め決まってストライク。ここはあっという間に追い込んでいます。内へのスライダーはボールになります。低めいいところに持ってきましたが外れます。150キロ。打球はスタンド、ファウルボール。誘ってきましたが見極めています。2球で追い込んだんですが決めきれずフルカウントまで来ました。このピンチ空振り三振に切って取りました。バッテリー三振でなんとかこのピンチを切り抜けました。先制のチャンスがあったベイスターズですがそのチャンスを生かせませんでした。0対0両チームまだ無得点です。赤星さん、バッターも2巡目に入ってきているわけですがまだあまりタイミングが合っていないように見えます。いかがですか。まあそうですね。ただ今日の初球打ちレフトライナー掴んでまずワンアウトです。バッターボックス岡島。先ほどの打席はライトフライに倒れています。さっきは取られはしましたけどあわやという大きな当たりでしたよね。タイミング合ってるんで今度はやってくれるんじゃないでしょうか。期待しましょう。今永まずは先頭バッターを打ち取っています。強振してきました。2球目は何で来るか。よく見極めましたね。はい、変化球わずかに外れてボール。空振り、ワンボールツーストライクです。
アウトローを外れます。アウトローを見送ってボール、スリーボールツーストライクです。インコース詰まりました。ここは打ち上げています。ファーストが落下点に入ります。この回イーグルス3人で攻撃を終えています。5回終わって0-0、両チームまだ無得点です。1回の裏、ランナーを2塁に置いて、しかし三振に倒れます。先制とはなりません。このチャンスの場面、最後はこのボールで三振を奪われました。先制のチャンスを逃します。5回の表、ランナー1塁2塁のピンチ、最後は力のあるボールで三振。なかなかゲームが動きません。配球表をご覧いただいています。今日はストレート変化球ともにバランスよく投げています。これから6回、ベイスターズは代打を送ります。バッターボックスには代打のオースティン。さあ里崎さん、ここで変えてきましたね。まあここは落ち着いて対処していってほしいですよね。そうですね。さあどのように組み立てていくか。インコース決まってストライク。これが2球目、打ちました。打球は切れてスタンドへ入りそうだ。いやー、甘いボールでヒヤッとしましたけど助かりましたね。はい、そうですね。行きましたが三振、ワンアウトです。打順はトップに帰って桑原。先ほどの打席はサードゴロに倒れています。涌井、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。高め空振りです。低めの変化球は外れました。内へのボール外れました。インコース外れてボール。打った。これはどうだ。センターに抜ける。桑原ヒットが出ました。ワンアウトランナー一塁です。ご覧いただいています。これはピッチャー不用意でした。ちょっと中途半端な感じになりましたよね。さあ先制のランナーを一塁に背負います。バッターボックスには楠本。ここはバントも警戒はしておきたいですね。はい。さあここは送ってくるんでしょうか。ファーストランナースタート、セーフ、盗塁成功。ここで盗塁を許してしまいました。まあ走ってくるのは分かってたはずなんで、もう少し工夫してもらいたかったですね。これでワンヒットで先制ですから、もう少しランナーを警戒。左中間へ、これは上がりすぎ。この打球はフライになっています。レフトフライ掴んでアウト。ツーアウトランナー二塁となりました。さあそして打席には佐野が入っています。まあイーグルスバッテリーとしては十分に警戒したいバッターですよね。さあ2アウトにはなりましたが、ピンチは続きます。まあやはり先制されるのは避けたいですから、しっかり集中したいですよね。なるほど、そうですね。
牽制します。タッチもセーフ。チェンジアップには反応しません。ボールです。真ん中ですがタイミングが合わなかったでしょうか。低めいいところに決まった。さあバッター追い込まれています。これは変化球。これでフルカウント。さあこれで決まるのか。外れてフォアボール。まあフルカウントだったんでもうちょっと際どければ振ってくれたと思いますけどね。はい、ここは気持ちを切り替えて次のバッターをしっかり抑えたいところ。初球はストレート決まっています。このカウントは厳しめに行きたいです。外の球打った。ボテボテのサードゴロ。一塁アウト。これでスリーアウト。さあ先ほどのシーンリプレイでご覧いただきましょう。先制のチャンスがあったベイスターズですがそのチャンスを生かせませんでした。0対0両チームまだ無得点です。配球表をご覧いただいています。今日はストレート変化球ともにバランスよく投げています。6回の裏、楽天イーグルス打順よく1番から始まります。バッターは西川。今日は盗塁を決めています。イーグルス得点に動きはありません。0対0で迎える6回の攻撃です。さあ2球目は何か。アウトコースのチェンジアップ。引っ張った。取りました。一塁そのまま入ってアウト。バッターボックス小深田。先ほどの打席は俊足を見せつけての内野安打でした。まずはワンアウトを取っています。インサイド変化球決まっています。こういう足のあるバッターが出塁して突破口を開きたいところですよね。そうですね。釣り球には引っかからなかったですね。はい、高めストレート外れてボール。よく見極めましたね。はい、変化球わずかに外れてボール。スライダー外れます。5球目は何で来るか。インサイド詰まりながらも左中間へ。ここはフライになっています。上がりすぎました。ここはセンターが抑えています。ツーアウトです。バッターボックス浅村。先ほどの打席はファーストゴロに倒れています。ツーアウトになっています。初球ボール。変化球タイミング合いません。
ちました。桑原よく間に合いました。ファインプレー。さあご覧ください、先ほどのプレーになります。この回イーグルス三者凡退です。6回終わって0-0、両チームまだ無得点です。里崎さん、両投手どちらも全く譲らないいい投手戦になってますね。いやー本当そうですね。まあこのまま最後まで両投手が行くでしょうから1点勝負になるんじゃないですかね。はい、そうですよね。その1点どちらが取るんでしょうか。打ちました。これはどうか、アウト、ワンアウトです。バッターボックス外、まあさっき打たれたカーブをどう使うかですよね。うん、そうですね。そういったポイントを抑えた配球になってくるかどうか。ちょっとすっぽ抜けた感じです。ファウルになります。低めの際どいところですが外れています。4球目は何で来るか。インコースボール、ここもファールです。ご注意ください。引っ張った、もぎアウト、ツーアウト。バッターボックスには7番峰井、先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。ツーアウトランナーありません。よどいコースに送ってストライク。次が2球目、ボールになります。ファウルになります。ワンボールツーストライクです。バットに当たりません。三振、3アウト、チェンジ。この回ベイスターズ3人で攻撃を終えています。0-0、両チームまだ無得点です。さあそしてここからはラッキーセブン、イーグルスの攻撃に入ります。アウトコース、空振りです。際どいコース外れました。この球は外れています。になります。2ボール2ストライクと追い込んでいます。打ちました、いい当たり。森アウト、これはチームの士気を上げてくれるようなプレー。ここはファインプレーに阻まれてしまいました。赤星さん、今のプレーいかがですか。あー、これはしょうがないですよね。いいプレーでしたね。
番バッター辰巳、先ほどの打席はレフトフライに倒れています。前の打席はいい当たりの外野フライでしたよね。ええー、バットは触れてると思うんで期待したいですよね。期待しましょう。今永、まずは先頭バッターを打ち取っています。内へ低めの変化球、3球目は何で来るか。力のあるまっすぐですね。アウトローのストレート、空振りです。ワンボールツーストライクです。さあ勝負してくるのか。外、これは外れます。痛烈、これはどうだ、破りました、センター前、辰巳ヒットが出ます。ワンアウトランナー一塁となりました。うまく持っていきました。非常に速い打球でした。しっかり捉えてますし、いいバッティングでしたね。さあこの終盤、一塁には先制のランナーです。バッターは鈴木。ここはエンドランで一気に攻めるというのもいいですよね。さあランナーをどう生かしてくるか。最初は変化球できました。ここは中途半端なバッティングで当ててしまいました。デッドボール。完全にすっぽ抜けてますね。初球から思い切って振ってきました。茂木、赤星さん、この茂木対左ピッチャー、右方向、これは大きい、切りました、ファウル。フェアならば先制かというところでした。インコースの変化球見ています。高めに1球外します。あっさりと追い込んでから粘られ、フルカウントとしています。外れてフォアボール。さあワンアウト満塁、先制、そして大量点に結びつけることができるか。追い込まれてからよく選びましたね。そうですよね。赤星さん、この場面スクイズはどうでしょう。犠牲フライを打てるバッターだとは思いますけど、スクイズも面白いかもしれませんよね。なるほど。さあどう来るか。さて赤星さん、バッターの岡島、いい角度で上がった、これは大きい、先制なるか、入りました、ホームラン。岡島、均衡を破る一発、グランドスラム。この終盤、試合の均衡を破る大きな一発となりました。イーグルスが先に点を取りました、4対0。見事な一発が飛び出しました。これが決勝点になるか。この場面で大きな仕事をしました。ホームランで今日初めての得点が入ります。いやー、この得点は大きいと思いますよ。このホームランは貴重な先制点、決勝点となるんでしょうか。バッターボックスは9番隅谷。イーグルス、ホームランで先制しています。赤星さん、先ほどは鮮やかな先制点でしたね。そうですね、しっかりと自分の役割を果たしてくれましたよね。そうですね、この勢いをこのまま続けることができるか。2球目は何で来るか。インコース、
ずかに左に切れました。ファールボール、打ちました。さあどうだ、ヒットになった。打ったバッターは一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁まで進みました。現在のピッチャーの状態、まだ100球には達していませんが、多少きつくなってきたでしょうか。ベイスターズ、ここでピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは2番手の入江。さあイーグルス、追加点のチャンスを迎えています。まあ中盤での追加点はダメージ大きいですからね。なるほど、そうですね。さあこのチャンスをどう生かしてくるでしょうか。バッターボックスには西川が入っています。変化球を狙ってたんでしょうね。そうですね。インサイド打ち上げました。レフトへ打球伸びる。三塁へ送球する。まあここは繋いでおきたかったんですけどね。まあでもチャンスは続いていますから、ここで点を取っておくことが大事ですね。そうですね。さあそしてこのチャンスで打席には2番の小深田が入っています。低め、これは外れた。内への変化球、ワンボールツーストライクです。低め、いいところに持ってきましたが外れます。152キロ。このフライ切りました。ファールボールです。いいところに持ってきましたが外れます。フルカウントになります。さあこれで決まるのか。ここも見送ってよく選びました。フォアボールです。追い込まれてからよく選びましたね。そうですよね。最初は変化球できました。このスライダーは外れます。もう一回持ってきました。見送っています。ボール。これが4球目。かなり振り遅れましたよね。変化球を待ってたんでしょうね。打ちました。切れていきます。ファウル。チャンスの場面振っていきましたが三振。スリーアウト、チェンジ。これから8回、ベイスターズは代打を送ります。バッターボックスには代打の太田。イーグルス、リードで迎える8回です。さあ、援護点をもらってのこの回のピッチングとなります。まあそうですね、少し気持ちも楽になったと思いますから、このまま丁寧に投げていってもらいたいですよね。そうですよね。さあ、しっかりと抑えていきたいところです。初球打ち、切れていきます。ファウル。高めのボール、詰まりながらも右中間へ。ライトが取りました。今日は代打で途中出場、2回目の打席が回ってきました。先ほどの打席、最後は空振り三振に倒れています。ここは前の打席の配球も踏まえてのリードになりますよね。はい、さあどういうリードになるんでしょうか。まずはワンアウトを取っています。
外は入っています。この球は外れています。さあ4球目は何か。真ん中へ、2ストライク2ボールと追い込んでいます。見逃し三振。打順は1番に帰ります。バッター桑原、先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。ツーアウトランナーありません。インサイド見送っています。スピードボールを持っています。真ん中打ちました。ファウルになります。ワンボールワンストライクです。落ちるボールはこれは外れています。次が4球目。低め決まってストライク。ツーボールツーストライクです。岡島が掴んで3アウトです。反撃したいベイスターズでしたが、ここは三者凡退に終わっています。4対0、楽天イーグルスがリードしています。ベイスターズ8回の裏、ベイスターズに選手の交代がありました。先ほどの回代打いたしました太田。8回の裏、さあイーグルス、この回は4番から始まります。島内がバッターボックスに入ります。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。イーグルスリードで迎える8回の攻撃です。赤星さん、点差がありますんで、ここは自由に打たせるということになるでしょうか。まあ当然そうなってきますよね。ただ長打というよりは。打ちました。右中間に上がった。この打球はフライになっています。桑原抑えてワンアウト。バッターボックスは5番辰巳。前の打席のヒットはしっかり捉えたいい当たりでしたよね。今日は調子が良さそうですよね。そうですね。入江、まずは先頭バッターを打ち取っています。これが2球目。外への変化球は決まりません。カーブ、すくい上げた。掴んで2アウトです。バッターは6番鈴木。先ほどの打席はデッドボールでした。2アウトになっています。初球は際どいところに来ました。ストライクです。ここは高めのボール誘ってきましたが手を出しません。打ちました。これはどう。一二塁間を破る。鈴木、これが自身本日の初ヒットになります。ツーアウトランナー一塁。初球ストライク。落ちる球できました。
打ちました。取った。一塁送球。一塁アウトで3アウトチェンジです。ランナー出ましたがイーグルス得点には至りませんでした。8回終わって4対0。楽天イーグルスがリードしています。さあマウンド上は涌井、無失点の好投でここまで来ました。里崎さん、もうここはファンも完封を期待していると見ていいですかね。まあ点差もありますし、気持ちの余裕も多少あるんじゃないですかね。まああとはしっかり投げてもらいたいですね。はい、ファンの期待に応えてほしいところです。ファウルになります。ナイスボール。はい、ストレート空振りでストライク。ノーボールツーストライク。さあ外してくるのか。高め外れました。惜しいですね。いいボールでしたけどね。外の変化球わずかに外れました。外れましたけどいいボールですよね。アウトロー際どいところ、わずかに外れました。3ボール2ストライクとフルカウントとなりました。さあこれで決まるのか。三振になります。まず一つアウトを取りました。さあ球数的にも多少きつくなってきたでしょうか。バッターは3番佐野。前の打席ではフォアボールを選んでいます。涌井、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。初球空振りです。いいボールでしたけどね。はい、低めわずかに外れてボール。空振りになります。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。目はボール。流しました。これはどうだ。三遊間抜ける。佐野、今日の初ヒットがここで出ました。ワンアウトランナー一塁です。まず打ちをついてきました。これが3球目。ストレート外れました。ストライクを取ってこれで追い込んだ。これでフルカウント。高め打ちました。この当たりはどうか。ライトが取りました。ツーアウトです。バッターボックス宮崎。今日はまだ当たりがありません。
2アウトになっています。最初はボール、このカウントはバッターがフルスイングしてきますから甘くならないように気をつけたいですね。ええ、さあここはどういった攻め方をしてくるか。さあ3球目は何か。ストライクを取ってこれで追い込んだ。次は勝負ですね。決めるライトホーム、一二塁間を破る宮崎、これが今日の初ヒット。2アウト二塁一塁。これが初球、初球からバッテリー内側際どいコースへ投げ込んできました。さあ2球目は何か。内へ、これは決まった。打ち上げた、大きな打球だ、わずかに切れてファウルボール、見逃し三振、ピンチをしのぎました。試合終了。今日は見事な完封で白星を挙げました。楽天イーグルスが相手打線を完璧に抑えて勝利しました。里崎さん、見事な完封勝利です。本人はもちろんですが、ベンチ監督としても嬉しいですよね。そうですね、まあ完封したんで当然なんですけど、今日は本当に素晴らしいピッチングでしたね。そうですね、圧巻のピッチングを見せてくれました。勝ったイーグルス、大きな今日は勝利になりました。一方の DeNA ベイスターズですが、残念ながら敗れてしまいました。ご覧のように今日のゲームはイーグルスが見事勝利を収めています。今日の解説は里崎智也さん、赤星憲広さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで楽天生命パーク宮城から失礼します。